日本北海道小樽市、桜桜は北海道小樽市の地名。桜1丁目から桜5丁目に分かれている。小樽市街地の東側に位置する。平磯岬から朝里川の間の国道を午後より、山側の地域で斜面に広がる歓声な住宅街となっている。小樽市及び札幌市のベッドタウンとして機能している。東は朝、里川を挟んで進行。 西は、若竹町及び潮見台、南は、防洋台、北は、船浜町と接する。1870年熊薄村が成立。当時の村域は、現在の桜のほか、船浜町、防洋台、朝、里川温泉の一部を含む地域であった。1902年4月、熊薄村、浅里村、長薄村、千箱村が合併し、新たに浅里村となりに級。 町村聖志向、当該地域は浅里村大技熊ウスとなる。1935年から浅里村議会の決議を経て、東小樽土地区画整理組合による土地区画整理が実施された。正式な地名についても、1939年に浅里村大技熊ウスから大技東小樽が分割されるが、翌九百四十年九月には浅里村が、 小樽市にが、併しその一部となる。1943年も小樽市大あ熊薄村と大あ東小樽が、小樽市線浜町、桜町、阿ざ、豊か層へ分割される。うち桜町は山側に位置する。町名は、一般公募によるものであり、当時の幹線道路の両側に、八重桜が植えられていたことによる。その後、桜町から、 桜市の五丁目の町名変更、防洋台の分割、若竹町との境界変更等を経て、現在の区域となっている。ありがとうございます。